それはでも今日もね、あのー、訃報がありましたね、なんかね。笑福亭翔平さん、60代で亡くなったっていう。翔平平衛だよね。ガキスカの。うん。ちょうど俺が子供の頃からテレビで見たタレントさんだよな。うん。笑福亭一門。うん。若いのにね。まだ60代なのに。前、手術したところがまた悪くなったってことかな。心臓の血管だよね。なんか大、大 急性大動脈解離っていうのってなんかちょっと難しそうでも大体大動脈とか大静脈とかなんか動脈静脈とかっていうのがこう悪くなるとねうまくいかないイメージがありますけどねあんま病気詳しくないですけどね、うん、大動脈解離、まあ、要するに急に心臓うーってなったってことかな心臓発作みたいなもう背中が痛くなるんだドクター X で聞いたでも「大」ってついてるからまあ太い血管ってことでしょ あの動脈、脈はななんんとなく知ってんだよ要するに血液を送り出す血管と血液を戻す血管みたいな感じだよねそんなようなのはなんか理科で習ったんだよな、うん、動脈静脈っていうすごい痛みらしいよなってあそうなんだそれやめようんかもうだってさ俺こういうのを聞くとさ 不思議なのが要人間の心臓ってさ一日も止まることなく何十年も動き続けるようなこんなサイズでって思うんだよねだから明日止まってもおかしくないものじゃないですか心臓ってだってこんぐらいのサイズでねえ例えば人生80年あるとしたら80年間一日も休むことなくずっと動き続けてるんですよすごくないですかこの塊でそれを頭の先から足,足の先まで血を送り込んでるんですよポンプになってポフン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 って言って。 すごいことじゃないですか。こんな塊ですよ。ね人によってはさ、あの、2メートル近くの体も動かすわけじゃないですか。だから、あの、なんか怖くなってくる。なんかこういうニュース見ると。自分の心臓もいつっていうところでね、ノンストップですからね。だから、あの、今画面の向こうではね、曜日感覚もない、日付感覚もない。 ね、今年に入ってもう2ヶ月終わろうとしてることも知らないようなクズのやつも心臓は本気となって働いてるわけですから君が働かなくても君の臓器は毎日働いてるんですよねそう感謝した方がいいですよって話でねそういうところをね、うん、でも俺どっちかっていうと脳か心臓だろうね一番やばいよねうちのうちのおばあちゃんが脳一血で死んだんですよ40何歩ぐらいで俺が生まれる前に亡くなってるんで顔も見たことないんですけど そうおばあちゃんが脳一血で,で、なんでおばあちゃんが脳一血で死んだかっていうと、なんか働き者だったんですよ。若い頃からずっと。そう、アきんどやってて、ずっと仕事してたから、体弱しちゃって、ほんで、ぽっくりいっちゃったんですよ。そう。で、うちの親父は、心筋梗塞なんですよ。そう。俺が子供の頃に、心筋梗塞で倒れて、で、手術したんですよ。そう。で、最初は狭心症だったんだけど、一気に悪くなっちゃって、ほんで、心筋梗塞になっちゃって、集中治療室入って、手術して、 ほんで、様子見て、今治ったんですけど。で、母親は糖尿病なんですよ。糖尿病で、目見えんくなったんですよね。一時。そう。なんか、あの、目がボワーっとしちゃって。そう。で、家でインスリンの注射をってたんですよ。だから、親父が心筋梗塞で、母親が糖尿病で、おばあちゃんが脳一血ってたんですよ。そう。なのに、雪道歩けるんですよ、俺。何十キロも。もう、特殊な体で、だから俺多分、自分のこと黒ひげだと思ってたんですよね。異形だと思ってるんですよ。普通で言ったら、もう、肥満体系で、 あの好きなもの食べてて野菜食べないからもういつ死んでもおかしくないのにもかかわらず日々元気に生きてるからもう黒ひげだと思ってるんですよねリアルでねうん急に来るからねでも急に来る場合はもうどうしようもないからもういいよねなんかじわじわ来るのが一番怖くない例えばさ遠くの方から爆弾が近づいてきたやつ一番怖いじゃんうわー自分の目の前に来るドーンってなるじゃんでも急にパッて目の前に爆弾来たらもうどうしようもないから避けきれんからまあ死ぬなって思って死ぬやんかそうだから急の方がまだ ねっていう。ただし、残された人からすると急の方が嫌やけどな。分かっとった方が、ある程度、例えばもう、あのー、今年中にって言われた方が、ある程度覚悟はできるけど、死ぬ方からすると急な方が、いいっちゃいいよね。みんなはどっちがいいですか急がいいですか例えば、今年中、1年以内って言われた方がいい。寿命、今年でもう寿命ですよって。でも時間があったら時間があった方が、残された人にいろいろ伝えられるかもしれないよ。いろんな言葉を。 例えばさ今年だったらさあと10ヶ月ぐらいあるじゃないですか10ヶ月の間にさいろいろ身辺整理ができるかもしれないようん急だとそれができないからねそうみんなのベッドの下のエロ本とかさ、まあ、エロ本今の時代ないかもしれないけどパソコンの中にあるさお下劣なデータとかさねあの色、ー、々出てくるかもしれないようん実はあのアンチだったっていう服アカウントがバレたりとかさでも俺はねあのー、なんか 言葉が喋れなくなったりとかするの一番嫌やね。路列が回らないとかね。こんなに喋る男なのに路列が回らなかったらさ、もう不況和音やで。うる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 みたいなずっと垂れ流すわけじゃないですか。ね。一応自分では頑張って喋ってるんだけど、路列が回らなくてみんなに伝えられないってことでずっと、うるうるとか言ってずっと発信するわけだから、嫌やよね。こんだけ喋る男が路列回らなくなるときついよな。不況和音やもんな。うん。<laughs> まあでも、 俺の一歩先にいた野田総理ってやつがそれに近いんで、まあ、野田を見てたらまだいけるかなと思うよね。うんってなるよね。でその時こそやっぱりハイハイうんうんやろうね。今じゃなくてね。そう俺がおろろろってなった時にやっぱハイハイうんうん大事だと思う。一応聞こえてるふりしてハイハイうんうんって言った方がいいと思うね。今じゃなくてね。そんなノリさんのなをて見続けるよっていう。ねえ絶対見ないよ。何が面白いのよ。おおってなってさ何を目的に見るんよそれは。 ねあれやら家の中にある金魚鉢の金魚みたいなもんでちょっと見たらそれでいいやずっとは見んやろああのりちゃんまだ生きとるなあで閉じるやんずっとは見んやろこんなの一緒になってオロロロロって言ってんのかオロロロろロロロロロって言ってんのかまああの最近配信者の人も亡くなる人も多いですからねそう今年情報として入ってきたのは あのーまあ、前からちょっと言われてたんですけどあのニコ生主だとね鹿児島の稲子男がもう何年か前実は亡くなってたっていう心臓発作で亡くなってたっていう情報のとかねあとニコ生主やりながらキャス寿司もやってたあゆみっていう結構企画系の女性配信者の人もがんで亡くなってたっていうのでもう2人ねあ亡くなられたっていうのも今年,で今年結構情報として出てましたけどそうね配信者にもよりけりですね亡くなってもすぐ分かる人もいれば。 わかんないい人もいるんであの「ニコ生」ではこうちゃんこうちゃんっていじられてた稲子がニコ生メンテナンスの時だけツイキャスやっててツイキャスやったらツイキャスのリスナーには「えガチでキモい人やん」っていうのであのいじられもせんかったっていうのがかわいそうやったもんね。 ニコ生ではさ、そういうなんだろうな、見せ物小屋みたいにさ、いじられるじゃないですか。その、障害者の人も健常者の人もみんなフラットにいじられるのがニコ生だから、匿名の世界やからね。そう、リアルでいじりづらい人も、あの、ニコ生ではいじってくれるんですよ。暖かくね。だから、あの、ちょっと見てくれる自信がなかったりとか、ま、あと、なんかちょっとね、いろいろ抱えてたりする人がみんなニコ生主になるんですよ。ニコ生って場所だとみんな楽しく動物園やれるから。そう。うん。だけど、ツイキャスはやっぱリアルに近いから。 そう例えばリアルでさ街中でさそういう人見かけた時多分みんなスルーするやんあえて声かける人っていないでしょなかなか自分はバレ関せずっていう人たちが多いと思うからだからニコ玉やからそうやってツイキャスにメンテナンスの時にやってもえみたいな、まあ、それであ,あのー、今品川区の区議会議員やってるネルさんもツイキャスやめたんですから そうあのニコ生では自己破産男とか言ってネタにされていじられてたんだけどツイキャス来たら真面目な質問ばっかり飛び交ってなんで自己破産したんですかとか言って若いリスナーに言われてん答えづらくなってツイキャスやらなくなっちゃった、ね、そうあの本当に真面目な質問が飛び交うんですね例えば俺に,向かって俺に向かってだったら何でブサイクなんですかとかなんでシャフなんですかみたいないちいち聞いてくるっていうそうね本当に小学校に来た有名人かって話だよねうん私は いつまでもやりますよろしくお願いします僕にとって配信は遊びじゃねえお疲れ様でした Thank you ですし